チームメンバーが、急に死ぬけど、君の、君の前、なんで皆さん、なんていうか、まあ皆さん、出てってやりよった。さすがにもう、マジかですね。面白いです。はい、ゴズの趣味部屋へようこそ。今回はね、前回予告しました通り、ワンピースからね、SMSP、エース、はい、こちらをね、ご紹介したいと思います。まあ前回もね宣言した通り、今回は、白黒トーン彩色ですね。はい、こちらをね、開けてね、細部まで見ていきたいと思います。まあね、ほんとね、もう白黒をね、ほんとこれから集めていこうと思ってるんでね。でエースがね持ってなかったんだよな。あれエースは一回引いたんだっけ。一回引いて B 使っ 2だったかな、1だったか2だったか忘れたけど、が当たったんだよな。全然思い出せない。俺の頭の中の消しゴムがどんどんね大きくなってくるんでね、記憶が日に日に、ということでね、まあ、それはさておき、早速ね、開封していきたいと思います。はい、ということでね、開封しました。はい、どうです。いやー、これもまたやばいね。うん、いや、かっこいい。いや、白黒やっぱいいな。うわー、やばす。いやー、すごいな。足の裏もねちゃんとね模様ができてるし、いやーいいね。いやー、この角度とかかっこいいね。いやー、すげえな。やっぱ今更ながらにやっぱできいいな。ワンピースではね、SMSP 第1弾なんですけれどもね、エースは。やっぱクオリティ高えな。もう造形がほんといいね、これ。いやー、このね、ここのね、そばかすとかもちゃんとね、やられてますし。小物とかもね、ほんと造形がちゃんとねできててね、特にこういうベルトとかのね、このシワとかがちゃんとで入ってるっていうのもほんとリアリティがすごいよね、これね。いやー、すごいわ。やっぱトーン、この白黒モノトーン彩色、いや、これはね、ほんと造形を堪能するにはもってこいのカラーリングだと思いますね。まあ普通のね、カラーもいいんですけど、やっぱカラーの方に目が行きがちなんでね、こういう淡白な色の方が造形を堪能するっていう意味では一番いい色なんじゃないですかね。うん、これも前回と同じく、立つよし、立たない。はい、ということでね、まあこう引きでやって、
いいね、かっこいい。いやいいわ、やっぱいいよね。素晴らしいね、やっぱり。いやもうね、ほんとね、次のワンピースはいい加減ちょっとね、ゾロが欲しいですね。ゾロが一番好きなんでね。いやゾロ出たらやばいだろうな。まあ多分ロット買いしちゃいそうだけどね、ゾロが出たら。いやーすげえ。はい、ということでね、今回はね、まとめちょっと短いんですけれども、以上になりますね。次のね、動画はまあ何になるかは分かりませんけれども、またね、紹介したい商品が手に入りましたら、随時ね、動画にアップしていきますんで、これを機にね、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴どうもありがとうございました。